さあ、こんにちは、大太郎です。前回、セーブせず入ってしまったとこからです。あの LBX のガキ、お前らが黒服三人衆があれなんだね。あの、狙撃する悪い奴やってんや。ここであったが100年目だよ。いや、でも、バン君知らないじゃないの？バン、知り合いなの？知らないよね、バンは。え？思い出した。ああ、そっか。お前たちは河川敷であの女の人を追っていた。河川敷じゃなくて河川敷なの？やっと思い出したよ。あ、どうも。ね、家まで襲ってきたクズだよ、こいつら。たちが総理暗殺。とてもそうは見えない。な、弱そうだもんね、こいつら。総理暗殺？うん？何のことすか？なんだよ。どうでもいいよ、そんなこと。あれ？こいつらじゃないの？もしかして。今は例の LBX を取り戻すのが先さ。行くよ、お前たち。さあ、勝負だ。なんでこいつらここにいたんだろう。アジトかな、こいつらの。その LBX は。あら、じゃあうちをめちゃくちゃにしたのはお前たちか。潰してやろうぜ。母さんに許してもらうまで掃除するの大変だったんだぞ。最低だよね、ガラス割ったりとか。知るかい。さあ、文句があるんなら LBX で決着といこう。おめえらの身ぐるみ入りやからな。覚えとけよ、財布も全部もらったのからな。バトルじゃ。よし、 D キューブ。うん、あ、ありがとうございます。うん、お子様のルールに合わせて。アンリミテッドじゃないやつ。今日は機嫌がいいんだ。うん、だって獲物が自分からのこのこと網にかかりに来てくれたんだからね。そうか。だな、行くぞ、バトル開始だ。じゃあレギュレーションかな、これは。よろしく。はい、というわけで、バトルしていきましょう。あ、アンリミテッドかよ。黒服3人組を倒せ、やっていきます。いきなりバトルだからな、負けねえぜ。さて、メンテナンスしなきゃいけないのよ、要は。我がチームね、全部修理。さあ、全部修理しました。多分大丈夫かな、これで。全 LBX 修理したので多分勝てると思います。刀のまま、剣のままなんですけど、このまま行こうと思います。行きましょう。スコープ、スナイパーライフルの操作。俺スナイパーライフルとか使いたいな。銃とかバズーカとかあるんだよね、そういうのも。よし、いっけーアキレスって。なんかベイブレードもさ、アニメ見てたらいっけーバルキリーみたいないっけーっていうのが流行ってるんですかね。よいしょ、ちょっと待って、ターゲット、ターゲットがうまくね、ターゲットの調整が難しい。よし、ほら、いけ、みんなで切り刻め。黒服一人死にそうじゃん、黒服のボス。おー、こいつ、よし。さあ、黒服ボスは落とした。これで女の人だよね、多分黒服ボスっていうのは。うえい、これ勝てるぞ、勝てるぞ、勝てるぞ。こいつら大したことねえぞ。うらっ、コンボシャイ。黒服 A ももう撃ちそう。よし、さあ、あと1体。終わった。必殺技使うまでもなく終わったんだけど俺最後のさ、ボーナス狙おうと思ったのに。ハンターがすげえ援護してくれたのかな。すげえありがてえぜ。よーし、さあ、みんなレベルアップ。9、10、11。俺が一番弱い。なぜなぜ、なんで俺がこんな弱いんだ。どうしてこんなに弱いんだね。辛いぜ、マジ。よし、どうだおめえら、ぶっ壊したぜ LBX。 やった、やっつけたぞ。どんなもんじゃ。終わり。私たち総理大臣を救ったの。いや、でもこいつらじゃないんじゃないのん、ハンターともう少し活躍したかったけどな。カズも嬉しそうやん。ん？あの LBX、前に戦った時よりいい動きを。やっぱだんだんレベル上がってんだぜ。仲間の LBX も半端ないっす。ハンター強いぜ。おのれこいつらザコじゃん。なったら最後の手段だ。何？逃げるが勝ちだよ。なんだよ。ボス、切り替え早すぎる。取り押さえようぜ、LBX 使って。そこが魅力。できんのかな。ほら、さっさと撤退するよ。ラジャー。いいっす。女の人がリーダーなのね。すごい逃げ足。行っちゃったよ。うん？宇崎さん、なんすか、モスモス。タクヤさん、俺たちやりましたよ。うん？さっき檜山から緊急連絡が入った。何？どうやら俺たちは。一杯食わされていたらしい。何？違うやつやったん？え？狙撃手はそのビルにはいない。何？向かいのビルにいる。どうしよう。向かいのビルに？結構遠い？どこだどこだどこだ？おい、バン、パレードだ。パレード来ちゃった。やばくね？
わかった、これハンターが狙撃するんやな、ここで。財前総介新総理大臣来ました。かっけーぜ。すごい歓声です。え、なんか見て、あの垂れ幕みたいなところにも映像映ってる。もうそこまで来てるぜ。若いね、財前さん。本当？急ごう。無理だろ、間に合わねえだろこれ。うん、光ってるなんかおもちゃで狙ってんのシュールやなしかも手に持つんかいっていう。え、やばくない？モスモス、バン、カズにはその場に残ってもらう。え、カズ？カズはハンターで狙撃手の位置を特定してもらう。闇雲に動くより効率的だ。それにハンターの照準機能なら遠くの敵だって直接狙うことができる。頼むぜカズ、やれるよなカズ。くっ、頼むぜ。大丈夫だよ、だって俺たちはカズを信じてる。俺はカズを信じてるから信じてるコール。私もカズ信じてるよ。プレッシャーやんこれ、おめえら。分かったよ、やるだけやってみるよ。あー、こんな時間もないんだろ。任せろ、お前らも気をつけろ早く走れ、走れ早く。よし、カズいけるかお前。あいつら信じてるだとよ。まったく、ああ今ら歌わねえわけいかねえよな。頑張ろうなカズ。向かいのビルか、何としても見つけてやるぜ。さあどこにいるのか。カズヤが仲間から離脱しました。ほう、これ外から出るの？上行ったらダメ？遠回りーって言って。ね、怒られる。ちょっと下を追いましょうね。さあ、外の避難階段、ね、非常階段か。非常階段を下ってやってきました。ここ。向こう側行けなくね？待って、どうやって行くんだ、向こう側。え、やばくね？財前さん、もういここまで来てんじゃん。ん？なんだよ。あー、危ない。何も聞こえない。うん？何？ゾーン、あ！撃たれた？この人見たことあるぞ。SP のサッカーでやってたよ。サッカーしてたよこの人。何もない？無事だ。よかった。財前総理は撃たれていない。よかったぜ。おもちゃが銃持ってる、その殺傷能力持ってる銃持ってるってやばいよな、このゲーム。お、やるじゃん。当たった？すげえ、ハンターで敵の重心当てたのかな。俺やったんだ、やったぜ。すげえわ、カズありがとうよ。バン見つけたぞ。奴は北ビルの3階、一番東の部屋だ。銃声は？俺だ。奴のライフル破壊した。さすがにカズ、 CCM に位置を送るから急いでくれ。あっちまで行かなきゃ。バン急ごう。渡っていいのこれ？だいたい封鎖されてるんちゃうんこれ。行ける？行くしかねえ。総理、総理、行けない。横には行けない。すみません、通りまーす通れたぜ。これいつでも帰れるポイントやんけ。じゃ次セーブあとちゃんとセーブしような。さあ、北ビル側来てみました。一番東、3階だったっけ？ねえ、ここはあれだね、無駄な部屋がないね。無駄な部屋なさすぎるやろ、ここ。ねえ、逃げました。さて、行くか。あ、よかった、セーブポイントあるじゃん。じゃ、ちょっと今回はセーブしますね。それじゃあ行くか。狙撃手とバトルじゃん！勝つぞ、絶対。カズが決めてくれたからな。誰もいねえじゃん。逃げたか？いや、LBX だけいる。が財前総理の命を狙った LBX。 なあ、悪いやつやで。遠隔か？誰もいない。おお。どこかから遠隔操作されているのに。遠隔操作でできるんだね。すげえな、LBX って。見えるのかな？カメラついてんのかな？うん。また狙撃する気を。オッケー。そんなことさせるか。アミ。倒すぞ。え、分かってる。でも2対1ってこと？ 1 体だけやし、これ。ちょろそう。さあ、ソリを狙ってた LBX を倒せ、アンリミテッドレギュレーションのバトルです。やっていきましょうか。敵のレベル12だ。ちょっと高いな、これ。頑張っていきましょうか。アサシンです、アサシン。
まあ今剣持ってるのでこのまま剣でねガツガツ殴っていきましょう。ガンガン攻めたらいいでしょこいつ。こいつもハンターみたいなタイプでしょ多分。デンジャーすぎる。危ない危ない、避けた。避けて。避けてる。避け、地味で多分当たってないよこれ。さすが。よしよし。ガードチャージしながら。いいよアミちゃん。アミちゃんマジアミちゃんマジアミちゃん。アミちゃん強い。アミちゃん。うるせえ。ナイスナイスナイス。タコ殴りや、おら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 、タコ殴り、おら。マジで敵かわいそうやなこれ。何もできないでしょ。敵ちゃん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 。よし、しっかりと殴っていけ。アミちゃんいくぞ。これ何も負ける気しねえこれ。さあもうすぐねえ半分が削り切るか。銃とか銃、俺もお前が銃なら俺も銃だっていうね。あれなんかイベント始まった。なんだそれ、技が？ん？イベントかよ！すげえシステムボイス。避けきれない。何？なんだ？おい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 。それ助かった。当てるの？すごいじゃない。お前すげえなカズ。油断するな。まだ終わってない。オッケー。あ、やるぞ。さあ残り体力半分をね削り切った勝ちで感じがいくぜみんな。ほら、いや曲げる気はしないね。テンション切れちゃった。攻撃力ダウン。いえ違う、あれがアサシンが持ってたあの銃2丁目の拳銃も壊したから、こいつ近距離で今突っ込んでいくようになってきたのかね。めんどくせえなこれ。よし、アミちゃん俺が守るぞ。アミちゃんは、アミちゃんいけ、ファイナルブレイクや。ナイス、オーバーヒーでした。アビちゃんファイナルブレイクできてないやん。よし、くらえ、あ、終わった。くらえ、ファイナルブレイクと思ったら倒しきっちゃった。ファイナルブレイク空振るとねえオーバーヒートすんだよね。何、よくやったバン。急いでその場から撤収するんだ。もうすぐ騒ぎに気づいてそこに警察が押し寄せる。バン、逃げ、出よう。うん、今檜山たちが君を迎えに行ってる。いいか、集合場所は。なんか悪い組織の人みたいになっちゃったけど大丈夫かこれ。さあエナジーシールドっていうのを使えるようになった。熟練度上がったからな。よかったよかった。手作りメダルとおもちゃのメダル、これ売り物らしいね。売って金稼げってやつだ。グリスの数今0個なんだよね。グリス稼がなきゃ。あのメッセージは正しかった。ほう、白い LBX を持った少年たちの力を借りなければ暗殺は阻止できなかった。何者だね。よくやってくれた。うっす、カズ見事だった。感謝してくれよ本当。あ、ハンター。いやそうだね、今回は MVP ハンターだよ。本当によくやったよ。お前らは正真正銘この国を救ったヒーローだ。いやでももっと報道とかしてくれへんもんな。ここだけのヒーローや。信じられないよな。俺たちが総理の暗殺を阻止したなんて。でも間違って逮捕されそうだよね。なんか監視カメラとかに映ってんじゃん俺たち。本当すごすぎてママに話しても信じてもらえないだろ。話しちゃダメだよ。でも俺アサシンと戦っている時怖くなった。ほう、相手は暗殺用の LBX だったんだ。下手すりゃ俺たちも。暗殺用の LBX 怖いね。そんな風にカスタマイズしてるってことだもんね。だよね。うん、バトルに夢中になってる間は実感湧かなかったけど今思い出すとちょっと怖いかも。そうだよ、そんなことさせたんやぞ宇崎さんねえ。うん、ひでえやつらや大人たちは。怖いわ。教えてください。なんで俺たちがこんなことを。それになんで俺たちだったの。聞かなきゃあかんよな。まあアキレス持ってるからなんだろうな。バンは、バン君に伝えておくべきことがある。何？ん？飛行機事故で亡くなった君のお父さんのことについてだ。パパ？え？なんで父さんのことを。事故でやっぱ死んでなかったってことじゃないの。やっぱ実は、うん、お君のお父さんは生きている。やっぱあのオープニングとかにいたあの人ってパパか。あの博士、裏切った博士。え？え？いやビビるわな。パパママに早く教えてあげな。それやったら一刻も早く。うん、なんだここ。
バインダーがすごいな。棚に入ってる。机、ぶつたぼれやん。これパパやん。パパ、なや、この荒れ果てたとこにおって。バン。純一郎。あら、やだ。ねえ。これ今のパパなのかな？ハンター。ダンボール戦記、バックブースト。ん？ああ、ここで一旦終わりか。いやー、面白いな、ダンボール戦記バックブースト。で、ちょっと今回短いと思いますが、これで終わりにしましょうか。ようやく新しい LBX ハンターね、数は使いこなすことができましたね。おめでとう。ハンター、遠距離射撃、向かいのビル、道路挟んで、大通りを挟んだ向かいのビルから、ねえ、こんなちっちゃい何センチなんだろう、ダンボール戦機っていう、LBX って。の、銃の刀身めがけて撃ち抜くことができるっていう、狙撃能力を持つ、やばい LBX です。すげえな。アミちゃんにも新しい機体、ゲットできるんでしょうか。多分次の話あたりでなんかわかると思います。次回も楽しくやっていきますので、また見てくださいませ。おつぷよです。じゃあの、バイバーイ。